関係文法とは、パールムッターとポスタルによって1970年代初頭に開発された文法理論である。文法関係を最も基本的な説明要素とするところに特徴がある。主語直接目的語、間接目的語その他の社格の関係が認められている。主語直接目的語、間接目的語を合わせて、こうと呼ぶ。こうと、 社格語には次のような階層関係がある。この階層関係の中での順番に従って、主語は1、直接目的語は2、間接目的語は3という数字で示される。主語と直接目的語を合わせて、中核的な文法関係といい、直接目的語と間接目的語を合わせて、目的語の文法関係という。The Woman ate the apple.The apple was ateen by the woman. 不死の文法関係の構造は、相乗の図によって表現される。ありがとうございます。